どうもナオチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はスキル検証をやっていきましょう。世界一の戦力を見せてやる。今日検証するスキルはこれですね。集中力、特殊ゲージが溜まりやすくなる。溜まる量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。敵を攻撃すると特殊ゲージが溜まっていくんだけども、それではちょっと測りにくいのでこれを使います。船長の心得ですね。装備してると特殊ゲージが徐々に回復します。これと集中力が合うかどうかはわかんないですけども、まあ一度ちょっと見てみましょうか。まずは何もなしの状態で船長の心得を入れてみます。それでは時間を測っていきましょう。ゲージは徐々に溜まっていってますね。徐々に溜まっていってる。で、一番下にある技が、一番ゲージが溜まりやすいかな。星1ですね。で、右が星2。で、左が星4の上が星3か。まあ、星1のやつで測りましょう。一番下のゲージは、もう少しで溜まりそうですね。最強の座を欲する者のみ、俺に挑め。溜まった。これぐらいで溜まります。で、横の右側のやつね、星2のやつもちょっと待ってみましょうか。星2のやつになるとちょっと溜まるのに時間がかかりますね。ちょっとかかる。でも徐々に溜まっていってる感じですね。ちょっと待って、雑魚がこっちにじりじり寄ってくる。よし、こっち行っとけば多分来ないでしょう。お、溜まる、そろそろ溜まる。はい、大体これぐらいでゲージが溜まりました。では集中力を入れてやってみましょう。変わるかな。それでは集中力入れてきました。どれぐらい変わるのでしょうか。一番下のやつが星1で一番溜まりやすいやつですね。いや、意外と溜まるな。もう半分以上溜まってる。あ、これ結構効果があるよ。これ結構効果が高いかもしれない。あ、溜まった。ミホークが出るまでに溜まったってことは、30秒以内ぐらいに溜まったね。あ、効果が目に見えて分かります。全然早い。で、右側の星2のやつだね。星2のやつは、まだ溜まってません。あ、でももうそろそろ溜まりそうですね。そろそろ、溜まった。これぐらいで、ゲージが溜まりました。いや、これ体感で結構違う。つけてるのとつけてないのでは全然体感が違いますね。それでは編集後に計算してみました。集中力レベル5の効果は通常より 30% アップです。30% だから結構これはでかいかもしれませんね。ゲージ貯めるのが苦手なキャラクターにつけたり、もしくはゲージ貯めるのがすごく得意なやつにつけても、これは使えると思う。まあ、スキルスロット1なので、他を何か抜いて入れるっていうのも全然ありだと思いますね。はい。こんな結果でした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。